バルッカー・コター・コイターの鳥類骨格図、ボルヒャー・コイターは、オランダ生まれの医師、解剖学者、鳥類学者である。不老人間で生まれた。その経歴はついては知られていない。ドイツで、レオン・ハルト・フックスに医学を学び、イタリアの医師、博物学者のウリッセアル・ドロ・バンディの貢献を受けて、イタリアで活動したと思われている。パドアでガブリエ・レ・ファロッピオと働き、ローマで、 エウスタキウスと働いた。1562年から1566年まで、ボローニャで、外科学と論理学の講義を行ったが、改革派に加わり、異端審問にかけられ、1年間留置された。1569年まで新教派のアンベルグのルイ6世に保護を受け、1569年に、ニュルンベルクの医師に任命された。この時期、 植物学者のルドルフ・ヤーコップ・カメラリウスと交流があった。プファルツ・ジンメルン公王ヨハン・カジミールが1576年にユグノーを支援するためにフランスに攻め入った軍勢に軍医として加わり、期間中にシャンパーニュで没した。コイターは発生学の分野で鶏の肺が孵化するまで連続して観察したことなどで知られる。コイターの解剖図は日本に伝わり、 解体新書観光時に参照された、小池る解体書である。ありがとうございます。